みんなに優しい IoT を。日本の産業界では少子高齢化による働き手不足が懸念される中、 IoT や AI の活用に注目が集まっています。しかし IT 人材不足は深刻化してきており、特に中小企業の IT 化が進まない一つの要因となっています。戦略的イノベーション創造プログラム SIP 第2期で開発が進むフィジカル空間デジタルデータ処理基盤、通称 SIP フィジカルでは、専門家でなくとも誰もが簡単に IoT や AI を活用できる基盤を開発しました。 IT で何かを解決する、 DX を推進するというような人材、残念ながら驚くほど少ないというのが日本の現状です。2030年までには79万人も不足しているというような統計もあります。 ICT 技術者が少ない、逆に言うとそんな専門家じゃなくても ICT を現場に導入をする、それを簡単にできる、優しくできるというのがこのプロジェクトのモチベーションの一つです。 SIP フィジカルでは、さまざまな事業者のコラボレーションにより IoT ソリューションのためのエッジプラットフォームを開発しました。フィジカル空間とサイバー空間を高度に融合させるには、さまざまなデータを収集するセンサー、複数のセンサーを束ねて現場で処理するエッジ、データの蓄積分析可視化、端末の制御などを行うクラウド、現場にフィードバックするアクチュエーターが相互に連携することが求められます。そのために革新的な要素技術をシームレスに連携させたエッジプラットフォームを構築し、数々の実証実験を行ってきました。自分たちが実現したい IoT システムを自ら簡単に導入するための MyIoT 開発プラットフォームでは、アプリケーションのパッケージ化に取り組み、 IoT システムの管理運用の簡易化に成功しました。 IoT ってもっと難しいものだと思ってたんですけど、意外とやってみたら簡単といいますか、とっつきやすいというか、開発量がもう少なくって済むんでですね、だからスピードも上がるだろうし、 IoT ストアとかっていう仕組みがあってですね、自分がやりたいことを実現するための部品として使えるっていうところも画期的かなと思っています。マルチセンシングモジュールプラットフォームは、複数のセンサーを利用したさまざまなデータを同時に収集することができるエッジ端末を利用するプラットフォームです。かなりいろんなセンシングができる機能を持ってて、かつ簡単な取り付けもできてですね、非常に扱いやすいセンサーだなというふうに感じてます。簡単にどんどんサーバーの方にデータが溜まっていくので、それを解析すればいいという、専門の機械がいらないっていうところですね。日本の製造業を支えているのは中小企業の方々っていうことは間違いない。それぞれ皆さん非常にいいものを作っていらっしゃる。さらにIT を活用して現場を見える化する、品質を管理する、生産性を高める、ICT の導入する余地っていくらでもありますんで、そこをこう投入すれば、利活用すれば、デジタルトランスフォーメーションを推進すれば、さらに競争力の高いものが生まれる、できる、確信しています。 SIP フィジカルで開発された MyIoT マルチセンシングモジュールプラットフォーム、革新的なセンサーやアクチュエーターなどが一体化しシームレスに連携させた IoT ソリューションがエッジプラットフォームです。 SIP フィジカルの成果はエッジプラットフォームコンソーシア EPFC に引き継ぎ、社会実装を加速していきます。ねど。